梅川明美は、日本の殺人、強盗犯、シリアルキラー。大竹市強盗殺人事件及び、三菱銀行人質事件を起こした。広島県佐伯郡、小形村で生まれる。姉もいたが、梅川が生まれる前に溶接。幼少時代を、極貧の中で過ごす。8歳児に、父親が脊髄を患い歩行困難となり退職。母親は梅川が、小5の時、 離婚して家を出ていく。梅川は父親の教理、香川県大川郡引田町に連れて行かれ、現地の小学校に転入。だが、父親は長男でありながら、家督を継がずに若くして家出をしていたので、梅川一族に礼遇される。それに像を抱いた梅川は一年後に家出し、別れた母親を頼って、生まれ故郷の大竹市内に逃げ帰る。 工場の水軸として朝から深夜まで働く母親の元で梅川は放任状態となり中学時代には喫煙、暴行等での歩道が度重なり外泊も頻繁になる。広島工業大学附属工業高等学校へ進学したが授業に出席することは稀でオートバイを盗んで逮捕され入学わずか4ヶ月で退学させられる。 悩んだ両親は何年かぶりに再会し、復縁することで、梅川の構成を図る。しかし、一人暮らしを始めた梅川は、アパートの家賃や遊興費年室のため、15歳の時、以前、アルバイトをした、大竹市内の土建業者宅に、強盗目的で侵入し、社長の疑前を、刃先が折れるほど刃物で、めった刺しにして殺害し、現金や通帳などが入った金庫を奪い逮捕され、 山口の特別少年院へ送置収容される。供術において、梅川は邪魔だから殺した、他の奴らはぬくぬくと暮らし、なんで俺だけが貧乏して苦しまないかん、と述べたという。梅川の少年院行きを命じた、広島家庭裁判所は、審判の最後に、少年の病室的人格は、すでに根深く形成されていて、容易に強制し得ないものである。少年が今後、 社会に出れば、同様の多種の飛行を繰り返し、再び犠牲者が出る、可能性があると指料される。だが少年であるが故に処罰しえないと補足した。1979年1月26日に、三菱銀行人質事件を起こし、銀行員と警察官を二人ずつ殺害した後、1月28日に、突入した大阪府警察本部警備部、第二機動隊霊中隊に射殺された。 梅川は何度か女性と交際し、犯行寸前まで同棲していた女性もいた。嫉妬に狂った梅川が女性を前裸にした上で、玄関の外へ放り出したのは一度や二度ではなかった。ありがとうございます。